はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの一眼レフ用のレンズですね。おなじみの、ウミクロン 50mm ですね。R タイプの 50mm、縁が2ですね。ドイツ製のレンズになっております。はい。こちらのカムタイプがですね、カムがこう、1本しか見えない、1カムと呼ばれるタイプで、使用できないですね、ボディのタイプもありますので、一応ご注意をお願いいたします。近年ではですね、ソニーの α7 のようなですね、ミラーレス一眼でお使いになる方の方が多いと思いますので、その場合はですね、普通のこの変換アダプターですね、ご使用いただけましたら、このカムタイプは気にせずにご使用いただけますので、ご安心くださいませ。はい。ということで、今回はですね、タイプが新しいですね、この文字もですね、黄色じゃなくて、このフィートの文字も赤い文字で描かれておりまして、この先端の方が細くなっている、先細と呼ばれるモデルとなっておりますね。はい。一眼レフカメラ用のですね、ライカレンズは非常に評価が高くてですね、解像度もキレキレでですね、特に色のりが非常にいいということで、このズミクロンもですね、お探しになっている方も多いと思いますので、ぜひですね、お試しになっていただきたいレンズの一本です。はい。今回はですね、非常に綺麗な個体が入ってますので、ぜひですね、お早めにチェックしてください。この下の概要欄からですね、ウェブショップにアクセスできるようになってますので、ぜひお早めにチェックしてください。はい。では外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、目につく、すれ、当たり、へこみといった瑕疵は、ほぼほぼ見られない、だいぶ綺麗な個体が入ってますね。先端部もぶつけたり、擦ったりしたような跡は見られませんし、ローレットの摩耗も見られないですね。はい、ご覧の通りです。文字が消えたり、塗装が劣化したりといったものもありませんし、マウント部も綺麗ですね。レンズも前玉、後玉、ともに擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗もなく、非常に綺麗な状態です。中玉にも曇りカビ、バルサム切れとか、ちりほこりの混入も目視で確認できませんので、だいぶ綺麗な状態キープしてますね。外観につきましては、この動画と画像も多く掲載してますので、客観的にも、はい、ご確認いただけましたらと思います。絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛みとか油の乗りも見られないです。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに動いておりまして、はい、動きムラとかですね、グリス切れの感じは全く感じないです。はい。付属品がこちらのリアキャップと、こちらも純正のですね、はい、50mm 専用の、はい、まあ、35mm でも使えますね。フードになっております。こう、ハサミ小口で、はい、こう、お使いいただくことができます。これを逆さまにつけてですね、こう、キャップをつけると、フロントキャップの代わりになるという仕組みになってますね。はい、この、はい、この横のですね、バレルの部分ですね、をガードしてくれる、はい、役割も果たせますね。はい。ということで、非常にですね、評価が高いライカの一眼レフ、用のレンズ、ウミクロン 50mm の縁が2ですね。こちらは1カムタイプとなっております。はい。このままでもですね、非常に状態のいい個体ではあるんですけれども、念のためですね、今回はですね、はい、ハヤタカメララボさんにおいて、はい、2017年にですね、オーバーホールを施していただいておりますね。曇りとかですね、ヘリコイドの清掃などしていただいてますね。はい。こちらの、はい、整備表も、はい、一緒にお届けいたします。はい。改めてですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整を改めてご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい。ライカ一眼レフ用のレンズ、R タイプ、ミクロンの 50mm
ですね。はい、今回は1カムの先細タイプとなっております。なかなかですね、この1カムタイプのですね、この先細レンズは市場でも見かけることがありませんので、お探しの方はですね、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。